始まりましたか。高ということで、はい、今夜も始まりましてね、はい、始まりました。いやー、お願いします。あ、ちょっとどうしたどうした。来て、俺の携帯だ。ちゃんと切っとけよ。ちょっと何やってんの。ごめんなさい、ちょっと出んなし。いや、出ない。バラボードしました。いや、すいません。じゃあ、はい、改めまして、ちゃんと自己紹介を。じゃあ、私から自己紹介したいと思います。はい、中川大輔です。はい。21歳です。何座だか、22の代なんで。ああ、なるほど。ヤギ座です。ヤギ座で。好きな食べ物は？好きな食べ物はカレーライスです。嫌いな食べ物は？トロロ。好きなタイプは？いや、好きなタイプはまあ、様々です。嫌いなタイプは？好きな国は？好きな国はどこだろうな。ハワイ。ああいうのね。ハワイに。はい、中田圭介です。お願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、始まりました。はい。毎回通り、はい、やっていきたいです。はい。今日は、1月号の発売されました。はい、今日発売。はい。こちら。おわがメンズノンノが誇る成田凌が表紙です。おお、かっこいいですね。かっこいいですね。あれ、寄ってくれますね。はいはい、はい、これ、この顔が目印。はい、もう発売されてる。もう発売されてます。うん、さっき俺も初めて使ったけど。いいね、冬っぽくていい。冬っぽいですね。いろんなね、企画が今回もぎっしりみたいで、恒例、うん、のパネルのやつやってきます。はい、あの、本紙紹介。これ最初、じゃあこちらからいきますよ。はい。デレン。世界一使える冬コーデのネタ帳。よっ、これが今月号の目玉企画ですね。こちらですね。あ、いろんな企画がたくさん入ってるってことなんですね。本当いっぱいある。パート5までありますね。パート5。これはマジで世界一使える。ずっと。うん、世界一使える冬コーデのネタ帳、はい、ということですね。皆さん、どのページが好きかな。山の海の方みたいな人も少ない。うーん、D はどの D。 あ、これね、これそうですね、なんと、うん、高橋義明さんがモデルとしてページに参加されてる。そう、ちらっとびっくりしました。びっくりしたよ。高橋さん、頑張りなさい。お帰りなさい。これもこんな間違い探しみたいな感じで入ってると思わないから。そうですね。このちゃんとキャスだけしてさらっと。コーデだとやっぱりなんでしょうね。コーデ。自分はセットアップが気になりましたかね。セットアップ。どれ乗ってる？いや、乗ってたんですけど。本当に？はいはいはい。あ、これとか。ああ。伊田さんのページ。この。伊田さん。はい、伊田さん。ちょっと今年の冬は自分セットアップがいい。ちょっともうね、もうあれ予兆があるから、ね。確かに。もうあと下買えば大丈夫じゃん。下買えばセットアップ。下は忘れちゃったの買うの。下はそうですね。実は持ってるけど別々で今日着てる。ちょっとまだ合わせるのに勇気がない。ちょっとあと雪だけど。寒くない？これできたの？これだけできました。寒くない？すごい。まあやっぱおしゃれは我慢の。ああ、さすがさすがですが。モデルの鏡だ。でもお二人はなんかありました？ていうか今日、そっか、今見てる。俺さっき初めて見たから。全部いいです。その中でもってことですかね。でもまあ俺、これかも、あのスタイリスト片貝さんの、ワントーンかける強いよっていうか、ちょっとね、ワントーンを好きだから、このなんか差し色というか入れていきたい、強めな色を入れるっていうのはちょっと新しいっていうか、ね、ほら、こっちです。真似もしやすいでしょうね。ワンポイントだからね。確かに、これちょっと真似したいなと思いました。確かに、中田さんは声聞こえてる。確かに。
時々声聞こえてないけど聞こえてそうだね。聞こえそうですね。聞こえてるとか。あ、これ本当すごい寝言がある。聞こえてそうですね。ありました。これって春？冬？冬でしょ。冬か。冬、うん、1月号だ。けどこのページパートファイブまでやるってパートファイブ、これパートファイブ新ページのこと、比較的に入っている。入っている。僕はこの映画の映画音楽のファッション新設イナタイアメカジのやつの企画の中で、うん、まあ、全体的にすごい面白い企画だなと思ったのと、ページが可愛い、はい、やっぱ僕自身映画から結構ファッションを参考にすることが多いので、おこれは参考になりそうだなと思いました。最近何した？映画。映画から。映画から。来たまあでも最近キンキンで言うと、あの、カッコの巣の上でっていう映画があって、それで、主演のジャック・ニコルソンですね。誰ですかね。ジャック・ニコルソン。天の声が。ジャック・ニコルソンがこう深いニット帽をかぶって印象的で、それはなんかすごくやっちゃういいなと思って、うん、結構タイトな革ジャン着てて、そのちょっとそれこそいなたいような感じのスタイリングはやっぱかっこいいなと思って見た後は真似しました。最近はやってない。いや、どうそれ最近です。で最近ちょっとニット帽深田さん、ニット帽めっちゃ持ってますよね。そうだね。俺3回ぐらいニット帽買いに行くのに付き合わされて俺から見たら全部同じ真っ黒のニット帽なんだけどなんか本人は違いがある、ね、違いがある、あるあるあるそうだね、そうだね。3回も行ったんだね。しかも3回ニット帽3回真っ黒のニット帽あるでしょ、たぶん本人、まあ、1個大好きであげちゃったしね。もらいましたね、1個。はい、これダメだったわそれこの前買ったやつじゃないですかいやだからすごいなって、なんかその同じ黒いニット帽でもこだわりがすごいなと思って、差を見出してるからね。俺には全然わかんない。いやなんか結構生地感とか、うん、あサイズ感で、うん、意外と服合う時と合わない時があって、へえ、変わっちゃうんですよ。モデルの鏡です。ハイレベル、ハイレベル。多分もうあんまり伝わらないと思います。そのもう多分こだわりは。こだわりは。じゃあ次の企画。はい、次の企画。はい。いや、あれ、さっき言いました。普通でやったやつ。はい、お、これですね。これはなんかタイムリーな企画ですよ。はい。じゃあ行きます。ででん。スマイルギフトをずっと忘れないストーリーストーリーストーリー中ページこれですね、はい、お中田さんどでかく中ちゃんと俺ちょっとこれ漏れてると思うんですよ。あ、かっこいいっす。どうですか、漏れてますか。漏れてますかありがとうございます。すいません。あ、漏れてるってコメントがあった。やったありがとうございます。リアルタイムで来てないから来てない来てない来てない、うん、これは自分の自分でこれは僕出たんであれですけど、うん、自分ん自分へのギフトといやだから誰かへのギフトもある。まあ、え、男同士にクリスマスプレゼントあげないからまあなかなかあげないね、まあ、多分女性の読者さんがまあ、あげるとしたら僕らみたいな年代の子にクリスマスプレゼントをもし選ぶとしたらみたいなことでアイテム紹介、アイテム紹介とハイセンスなプレゼントですよね。いやこれはでもすごい嬉しいよ本当に。これもらったら嬉しいですよね。ちょっとね本当にね、あの中ページ見ると結構小物なんですけど、うん、まあそうですね、お高いっちゃお高いですけど、そうですね、ちょっとラグジュアリーな感じはありますけど、うん、でも本当に、うん、嬉しいです、ね、もらったら喜ばれるやつがたくさん載ってるんで、うん、ぜひクリスマスプレゼントを参考にしてみてください。で次からが次
あげる方が、これがあげる方だ。男の子が、男の子が、こっちが女の子にあげる参考になるやつですかね。これ超センスいい。難しいよね。超センスプレゼント。サルバトーレ・フェラガモのバレッタ。こんな、何それ、パン切るやつ。いや違う違う、バレッタってパン切る、紙につける、紙につけるエアアクセサリーって書いてある。これですね、これバレッタ下にパンがあるから、パンか、すごくないですか。え、どういうこと。なんかこの下にパンがあるじゃない。あー、確かに。それを切るバレッタだ。バレッタってなんすかね。バレッタ。あ、でも何があるんですか、ラインナップは。バッグだったり、まあ、小物だね、うん、結構小物とか、あ、ネイルオイルとか、やっぱりなかなか、おしゃれ、男はおしゃれ。でもこれあげたらもう、うん、相当センスいいですよね、うん、できるやつから。何ですか、まずオイル、ネイルオイル。ネイルオイルはね、ネイルに塗る、ここささくれとかのところに塗るの。あ、そうなんだ。そうなんだ、僕ささくれ半端なくてそれ使ったことあります。すごいいい匂いです。いや、まあ、まあまあまあ、ただ、まあ、なんかそのしっとりするんですか。使い続けることが大事、ね、高い美容効果とか。だから1日にとかでやめちゃうとダメなんだ。継続力なりってやつだね。うん、ソープとかある。あれ、俺何なんだろう、それ。これは何ですかね。普通に体洗うやつですかね。何なんだろうね。マジか、それおしゃれだな。これもめちゃくちゃ香りが良さそうな、うん、ボディーソープ。いや、どうなんだ。手洗い、これから。ポルトガルの香りや風景から着想を得たフレグランスソープは130年以上の歴史を誇る。うん、マジで。これも大先輩ですね。結構あのお値段なんか、うん、ちょっとラグジュアリー。クリスマスだからね。うん、ちょっと、まあね、クリスマスかもしれないけど、うん、ハイセンスのやつがたくさん載ってるので、はい、うん、みんな男の子も、はい、チェックしてみてください。何ですか、それ。鍋、いや、鍋、鍋、炊飯から煮込み、炒め物など全部できる。スタウブ、スタウブ、スタウブ。いやー、え、スタウブ、これ欲しいな。自炊するんですか。いや、しないんだけど。見せてください。いや、でも買わないと。あー、それはね、やっぱ買わないと。見てほしいけど。見てほしい。あ、そっか、あげる側か、これは。これあげる側だけど、これ欲しいな、うん、っていうのも見つかりつつ、はい、はい、ぜひ見てください。面白いページになって、はい、あとなんか、お、あ、みんなが、あれ、これ、あれ、俺が、俺もやったの。あ、見ました、読みました。そうそう、なんだこれ、どういう人に参加していただいたんですかね。特にあれクリエイターの方々で、なんかいろんな方に、あの、メンノモデルも込み込みで、うん、あ、キヨさん、岡本レイジさんとかも答えていただいてるんですけど、うん、あれですよね、マウンテンダウンジャケットを友達が、あ、そうそう、読んでくれてるね。あの、ギフトにまつわるメモリーなストーリー、はいはいはい、結構あの読み応えがあるし、はい、あの岡本レイジさんとか僕とかが欲しいものとか載ってるんで、うん、あのこのいろ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 な答えが、これも結構参考になったりとか、うん、しかもそれにまつわるストーリーもたくさん楽しめ載ってるとか、うん、激アツです、ね、これも面白いんで、ぜひ読み応えのある感じです。はい、はい、はい、おお、もうちょっと、じゃあ次これで終わったのかな。終わりましたね、今のがスマイルギフト、ずっと忘れないストーリー。うん、いいね、素晴らしかった、はい、素晴らしかった。ほっこりしました、ほっこりした。なんかね、体あったまった、うん、なんか買いたい、いいっすね、プレゼント。買いたい、プレゼント、買いたい、プレゼント。あげる人は誰かいないです。いない。はい、大輔とかもさ、今までさ、あげたこととかあるの。まあまあありますよ、あげたこと。いや、今まであげた、俺これやれたなっていうやつ。確かに自信あるやつ。なんだろうな、これは俺頑張ったみたいな。ああ、なんでしょう。ある種でも。まあ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 、まあ、そうですね。ね、まあ、普通にネックレスとか、ものあげたりしましたね。自分、うん、もらうときに、物より、食べ物とかの方が嬉しいんですよ。ああ、自分は。美味しい、ちょっと美味しいもの。そうそう、超美味しい、いちごケーキとか、あ、くれたらめちゃめちゃ嬉しいんですよね。超いいじゃん。超いいです。いや、欲しい。ということで、はい、確かに食べ物もいい。確かに、ね、美味しいご飯とか美味しい。嬉しいですね、はい。じゃあ続きまして、冬の男子美容アップデート。こういうことです。冬こそね。はい。
男子美容という企画になってます。感想するからね、実況でしょうね。中ページが、中ページがどうなの、ここから始まった、まあいいか、中田さんまた、あ、まだあの、ね、中ページ中ちゃんが、そうか、中ページ中ちゃんがやっております。中ページ中ちゃん、ね、はい、なかなか頑張りました。ダンス感想発表、いい、すごい、なんかすごい出てきたよ、遅遅ちょっと時間差で脱乾燥肌入門っていうのがあって、結構男のね方は乾燥にね悩む主義だと思うので、すごい乾燥肌なんで、これ現場ですごい勉強になりました。これしかもあれだもんね、あのヘアメイクさんとか結構使ってくれてくださってるやつが多いんで、これ結構参考になると思います、っていう感じで、多分いろんな顔、手先、全身、これ使ってますわ今、家で、はい、これあの、あ、あれ、なんだ、アベンヌ、アベンヌ、アベンヌ、うん、なんか乳液プラス、これ違うかもしれないですけど、乳液プラス、化粧水、が一緒になってて、あ、ラクチンワンってやつね、あ、オールインワンなんですよ、あ、もうそれ一発で、一発で、はい、ラクチンの楽だ、楽ですね。確かにね、こう何個も何個もやるのって苦手な人多いと思うところ、男の人は確かに、こういう感じで、はい、と。こっちも、あ、これすごかったんですよ、パックなんですか、でこれなんかこういうクリームパックで、いっぱい取って顔に塗っただけなんですけど、とかでしょ、すっげえその後ムチムチになりました。これは何、ちょっと置くの、時間を多分、置いた方が、置けば置くほどいいんじゃないですか、ね、いやそれ絶対違うと思う、なんか置きすぎたら多分完全に寝ちゃえばいいじゃん。だってそれ枕めっちゃ怖いな。確かに。それはダメだよ。それはダメだよ。キャンスクいけない。だから多分お風呂上がって、ちょっとしたらつけて、ちょっとしたら取ればいいんだと思うんですけど。これは風呂の中とかでもできないのか、うん、あ、できるんじゃないですか、入浴中とか。どうなんでしょう、これちょっとコメントなってます。これ何で落とすんですか、最終的には。水かお湯。水かお湯か。なるほど。水こういうじゃないですか。それはティッシュ、ティッシュとか。ああ、そういうこと、そういうこと。もう終わりですかね。まあだから手先とか顔、手先。あ、これネイルオイル、さっきの。お、あ、本当だ、本当だ。これすごいいいよ、これ。これは多分喜ぶと思います。なんならこういうのもギフトでいいもんね。ハンドクリームとか。だってこれは小瓶で、いくら？あ、もう3000円だから、まあ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 、いいデザインよ、本当に。なかなかね、なかなか。男子だと、男子だとそうですね、リップクリームぐらいの大きさだし、リップクリームでシャネルか、おお、贅沢ね、贅沢ですね、あ、リップクリームのシャネルとかおしゃれだね、おしゃれでしょうね、いいねって感じなんですかね、このページも終わりかなって感じで、そうですね、美容ってことですね、あ、これはなんだ、それもメイクだ、メイク、うわぁ、メンズメイク、メンズメイクだ、イージーコーナー、僕らの肌メイクっていうのがやってる、メイクでもしますよね、場合によってはしません、まあでも撮影とかのね、もうするけど、あ、でも大輔前プライベートでもしたりする、そうですね、その何やる、まあ、なんか出来物できた時とかに、スティックタイプのファンデーションを上から塗って隠すぐらいなんですけど、もうそれも肌メイクですよね、それ、まあね、確かに、そういう、クマとかテカリとかクソミを、それすごいよ、消せるやつでしょ、森谷さんが超かっこいいやつ、あ、次、あれ、これじゃない、もう次ですか、あ、これだ、これ使って、あ、それ大好き使ったな、これスティック、これは、これってこと、あ、そうです、そうです、これいってもいい、これいいとこ、これスティックタイプで、これこれこれ超楽です、これ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  DIY 品DIY 品DIY 品ですね、楽なんだ、楽なんだ、一発でいけるの、一発でちょってなくてトットットってやれば、まあでもこういうのから始める、そうですね、入門編としてもいいかも、あ、これ、あ、これすごいっすよね、さっき話した、さっきね、あの、そう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 、これ、これやってるやつだ、やってるやつ、ラスト、これなんかワックスだけどカラー剤がついてる、なんか 青, ますか、ね、青くなってるんですよ、髪がワックスと
髪を青くできるみたいな。そうだから、これ3からです。青いワックスで髪の毛も青くなる。だからそれこそ染めちゃいけない高校の子とか、ちょっとこの色試したいけど染めちゃうと元に戻せないしなみたいな人にとってはいいし、うん、遊べるよ、ね、遊べるからやってみたいです。これちょっとなかなかみんな気になってるんですよ、うんうん、ぜひ皆さん、はい、チェックしてみてください。はい、で感じで、まあ、他にもいっぱいいっぱいてんこ盛りに、うん、この企画も面白そうだね。この岡田さんちは行ってない。いや、昔あったね。今回は井上がメンズノンのモデルはおしゃれな方々の家のクローゼットを見せてもらうっていう企画を森屋がやってます。3人案件なんだ。3人見せてもらってるの。あ、マック、うん、と、まあ、まあ、あの新しくしてモデル、メンズノンのモデルだった方々もこうやって、うん、メンズノンのモデルになりましたっていうページで、うん、ありがとうございます。プロフィールやら何やらいろいろありがとうございます。懐かしいですね。こういうのあったね。大好き。もう結構、いや4年目です、ね、もう4年なんだ。重鎮だよ。重鎮、中堅、まあ、重鎮じゃなく中堅、うん、それこそお二人の方がもう重鎮さ、重鎮なんだ。先ほど言ないですけど、はい、まあ、ちょっとあの他にもいろいろあるので、はい、ぜひ皆さん1月を買ってください。お願いします。お願いします。次はお願いします。ありがとうございます。はい、気が利く。いえいえいえ、あのデデンとか効果をつけるんだって、うん、はい、これは、メンズノンノウェブで始まった新コーナー、うん、デデン中田札。おお、中田ど、中田取り中田取りじゃないです、中田札です。さっき自分も間違えた。さっき間違えました。自分で決めといて。これどういう企画なんですか。どういう企画なんですか。慣れてないもんで。どういう企画なんですか。いや、これはちょっと、まあ、メンズノンノンモデルって結構今たくさん10人弱いる中で、うん、いや、あんまり素顔を見せれる場ってそんなに、うん、ある人見ればない人見ればみたいなちょっとあるけど、うん、こう結構個性豊かじゃないですか、うん、はいはい、でそれを、まあ、僕なりになんかいろんな最近どうみたいな話を聞きながらポートレートをこう撮っていったら楽しいんじゃないかなっていうのがあって、うん、ちょっとメンズの方からスタートさせていただいた企画になってます、はい、で、こんな感じでね、最初ので初回だとキヨさんがやりました。やらせていただきました。初回登場していただいて、やりましたか。大好評みたいですね、さっき。あ、なんかそうビュー数みたいな、なんか僕のインスタグラムとかにもなんかすごいキヨさんのかっこよかったとか。いや、でも俺もね、やってもらえる中田の撮ってくれてます。すげえ嬉しかったです。で、これ結構あのね、うん、語っている。いや、そうなんですね。インタビューもぜひちゃんと見てもらえたら。だから中田みたいなコミュ力がある人がね、こういうの、うん、いろんな、ね、新人モデルさんとかも、うん、なかなか俺ら撮影で会う機会がないから、うん、中ちゃんがこういうのやると結構いいんじゃないかな、うん、いや、でもなんか新鮮な感じしましたよね。まあね、なんか照れくさい感じがあったけど、うん、なんか撮ってもらう感じ、うん、あ、それで、あの中田撮り、中田撮、中田どう中田札、札よ、中田札で使う。あの、今では買えるなら、いや、違います。いや、札で、札で、中田札、中田札、中田札で、中田さんが実際に使ってるカメラを今日持ってきていただいて、もう一台あるんですけど、今日はちょっと一台だけ簡単に持ってきました。これなんかこだわりとかあるんですか、中田さんなりの。これ僕が19の時に初めて買った一眼レフで、うん、ビルだもんね。でもなんかレンズが違うんですよね。そう、ボディはニコンの F3 っていう、もういわゆる名機って言われる形で、うん、なんかもので、それにレンズをカールツアイスっていうこのレンズメーカーがあって、ニコンのレンズじゃなくてすごい綺麗な、難しい、まあ、でも綺麗でしたよ。でもあれこだわりのレンズなんです。そうです、僕の好きなレンズメーカーのレンズをつけて撮ってます。いや、でも本当にね、初回でこんなに評価が、いや嬉しいですね、良かったよね。はい、大プレッシャーだったもん。いや、もう一発でキヨさんですっごい緊張しましたもん、僕。いやいやいや、っていうかなんか俺も撮られる側、うん、緊張したもん、なんか、うん、それなんか、うん、どういう話しながら撮るんですか。やっぱ
なんかカメラマンさんとモデルさんって関係でもないじゃないですか。うん、で最初はね、もう各々のメンズのモデルでゆかりのある場所に行って撮るっていうのがあったから、まあ、そこに着いた時にちょろちょろ、まあ、俺が行ったとこカフェだったから、話してそろそろ撮りますかみたいな感じでしれっと始まってくるでなんかいろいろこう歩きながら、あ、ここいいっすね、ここでちょっと撮りましょうとか、光あるとこ行きましょうよ、そうそう、ちょっと夕方で光が沈んできてて結構光やばい影が多めだったよね、ちょっと行ったところ、そうそうそう、なんで結構でも割ってみたらすごい楽しくて、楽しかった。あとあんなに語るっていうのないよね、なんかなんとなくある、なんかそういう瞬間なくはないですけど、あんなしっかりってないじゃないですか、だからなんかすごい胸熱でしたね、本当にね、語りましたよ、だからこれからどんどん面倒モデル新しい配信されるから、みんなもどんどん語るのか、今の語りを楽しい温かい目で見てもらえたら嬉しいです。中田さん、これいい企画ですね、はい、楽しみにこれから、これからもチェックしてください、お願いします、お願いします。うちの次の配信、配信っていうか次はまだ交互期待ですか、はい、ちょっと交互期待、割と不定期な、そうですね、そうですね、でもなるべくタイミングタイミングで上げれるように、おー期待、はい、お願いします。We wish you a Merry Christmas、 We wish you a Merry Christmas、 サンタさんだ、 We wish you a Merry Christmas ってことでですね、サンタさんだ、はい、何してるサンタさんだ、どうしてるの、僕もちょっと来ちゃったんです。今日僕3人でいいですか、いやいや、俺聞いてた話と違うんですけど、え、来てくれって言われたから、いやいやいや、こんなのかぶってきちゃったちょっと張り切りが見える感じ、ちょっと可愛いですね、この中にみたいな色を振ってたんで、確かに合わせてきた、ちょっとクリスマスなのかなと思って、このあれかってことで来てくれたんですか、そうなんです、来ました、森谷浩司、これ、ほら1月号じゃない、ちょっと盛り上がってる、で、あれなのよ、はい、インスタライブもさ、1月号から新しくなるみたいな感じで、なんか新しくなるよりも、なんか新しい試みとして、今回はまあ、とりあえずね、この中に、今このボックスみたいなやつの中に、いろいろなお題を入れてるんですよ、今回は。でこの中から1個ずつ引いてって、そのお題に対して、ちょっとまあみんなで、トーク、トーク、できたらなと思ってる、はいはい、ですけど、はい、よろしいでしょうか、はい、はいはい、じゃあ新企画ですね、確かになかった、確かに今までなかったですね、で誰か日々成長してるのかな、そんな変わんない変わんないですねはい、ちょっと俺見えますけどね、おやめとけやめとけ、じゃあ僕からいきます、はいはい、で、あー取れやー取れるでしょおなんだ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 これさっき話してたっすよ、うん、そうね、 YouTube でよく見る動画、動画だね、うん、動画、あ、あれ前にもうちょっと YouTube でよく見える動画、こうやって一人ずつ行っていく、あ、なんかそういうの見たことあるそうだね、 YouTube でよく見る動画、お、はい、いや、これごめんね、じゃあいいですか、これ確かにさっき話した、はい、僕さっきちょうど話してたんですけど、気まぐれクック、はい、気まぐれクック、あ、知ってます、超見てます、知ってる超怖い、結構みんな見てる、やっぱみんな見てるんだ、見てないよ、俺は見たことない、でもなんか聞いたことあるの、そうだ、 YouTube チャンネルのお魚をめちゃめちゃさばく、ね、あれね、あれ見て作って料理ある人が作ってくれるじゃん、うん、でそれを食べて、で動画を見てご飯食べるってしてるらしい、サバイバル的な感じやん、いや、全然お家でお魚買ってきて、うん、珍しいお魚とかもあんことか買ってきて、さばき、さばさばやく、手さばきがいい、手手手さばき、手さばきがいい、そう、手際、手際が手際が、もうどっちだろう、さばきもいいし、さばきもいいし、それを見ててなんかもうずっと見れちゃって、ずっと見ちゃいますね、あれはね、やみつきになるよね、60本ぐらい見ちゃったもんね、そう、結構見たね、
もう1個見たらまたすぐ出てくるじゃないですか。まあそうだね。この年間で配信の人はすごいよね。さすが、やっぱもう、はい、YouTuber の人ここにもいるのかな。どこあれ、あれ、おお、でも僕森谷さんのやつも全部見ました。 ありがとうございます。ちょっともうちょっと頑張って。俺最近のアウター3着はい、見た。あ、本当、うん、ありがとうございます。あれは確かによく着てるな、うん、僕もやっぱ 見覚えのある森谷さんの服がいっぱい出てる。あ、これねみたいな。あ、これねって言うのやめて。あ、着てる。あ、着てる。そうそう、これ一番着てるやつ。うん、まあ、だからやっぱ面白いコンテンツですよね。YouTube はね、面白い。尺がっていうのもおかしいけど、時間が結構短く見れるから、うん、サクサク見れちゃう、うん、空いてる時間に見やすい。ちょっとした移動の時間とかね、うん、っていうので、僕は気まぐれクックさんを最近見てます。はい、で、いいかな。はい、はい、じゃあみんな決めくれくく見てるってことで、今日見てない。いや、まあまあ、これから見てくれから今ハマっちゃう。ゲーム実況、あ、俺もゲーム実況結構見てましたね。ゲーム実況見てもそれ通りにできないんですよ。いや、じゃあ音じゃさんとかで見てほしい。あ、でも僕何回か見たことあります。声がいいんだ、声が。うん、わかります。あの人の声めっちゃいいっす。声がいいんだね。声がいいんだ。音じゃさんは見たことない。声優のね、大塚京さんに声がめっちゃいいんだよ。メタルギアの人めちゃいいんだ。おー、はい、スネークだ。じゃあ自分はこちらです。生まれ変わったら何になりたい。はい、お腹すいたじゃないですよ。ちゃんと聞いてください。生まれ変わったら何になりたい。あ、渋いね。生まれ変わったら何になりたい。何だろうな。え、人間ってことですかこれ。人間、まあ、違う、答える範囲は何でもいいじゃん。何だろうな。何でもいい。人でもいいやろうし、じゃなくてもいいし、何でもいいでしょ。へえ。人だって男なのか女なのか選べるわけよ。うん、なんか最近すごいチョワイスにハマってて。発音めっちゃ良くない？チョワイスにハマってて。チョワイス、チョワイス、チョワイス、何何逆に発音が悪いんじゃない？違うチョワイスでしょ。チョワイスでしょ。チョワイスじゃない。チョワイスでしょ。チョワイスちゃんと言って。チョワイス、チョワイス、ちょっと変えたよ。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 生まれ変わったらダンスやりたいなって思いました。そこはやりたいことじゃん。それは別にしないじゃなくてもいいでしょ。でも今からでもできるでしょ。まあそうですね。そうですけど、なんでしょう。はい。で、もう子供の時からダンスをやって、じゃあアイドルになりたい。そういう子供の中をダンスをアイドルグループに入って、まあそうですね、いうことか。結構女の人に、女の子としてて、あ、ダンスを勉強して、ね、歌も勉強して、うん、ああいう舞台に立ったら楽しいだろうなって思ってます、ね。そうね、輝いて見えるし、輝いて見えますよね。ね、そうですね。生まれ変わったら TWICE になりたいです。TWICE になりたい。結論 TWICE になりたい。なるほど。はい、はい、なれるといいね。はい、はい、はい、これ森山やるんでしょ。あ、俺もやるかもね。あ、ちょっと渋いな。おお。インドア派はアウトドア派。あ、それ渋いね、確かに。渋いね、ちょっと渋いね。これ塩原さんどっちかわかんない。いや、でも俺ね、確かに両方じゃない。そう完全に両方な気がする。俺結構インドアで言うと、うん、まあテレビ見るのめちゃくちゃ好きだから、うん、もうずっと家の中にも入れれるし、うん、まあ外だったら外で釣りも最近やるし、ね、そうゴルフも最近やるし、結構インドアで、しかもキャンプもね、はい、この冬行こうと思って。あ、いいっすね。寝袋をね、はい、買ったの。寝袋買おうと思ってて、はい、あれ結構あれなの知ってる、気温どこまでいけるかみたいな。あ、グレードがある。グレードがある。マイナス何度までいけるか。はいはいはい。結構買うんだったらちょっといいのかって。まあいいですよ、マイナス50度ぐらいまで。いいことだよ、多分。北極だよそれ。逆に暑くて寝苦しいんじゃない。いいな。それ夏に持ってっちゃったら大変ですね。プラス50度ですよね。プラス50度。プラス、要するにプラス50度。そういうことなの。いや、でもだってマイナス50で耐えられる、ゼロになるぐらいだとしたら、ゼロだと死んでる。あ、
多分20度ぐらいの状態になるってことだよ。プラス70。あ、じゃあもう、あ、もう朝起きたら、夏30度ともう100度ふっとふっと起きたら、起きたらそれは考えないですね。グレード、ね、確かにグレード大事だね。今考えたら大事だったら。そうですよ、日本にはね、2個ぐらい持っとった方がいいです。とりあえずだから日本の冬越せればいいから、マイナス5度とか10度いけるのがいいのかな。そうだね、今プラス25ぐらいです。山場とかに行くんだから、そうそうそう、まあ、寒いから、あとちょっと出ればね、あの自分で本当調整すれば沸騰しないですよ。確かに出る、片足だけ出るから片足だけでやる。はい、次盛山さん。じゃあ、ね、これを持ちましょうか。大丈夫ですか。確かに、はい、じゃあこれ結構楽しいですね。これだね、うん、お、あんまないかもしれない。あんまないかもしれない。いや、まあこれ難しい、ね、最近びっくりしたこと。はい、はい、これね最近だからね。最近なんだよ、うん、1週間以内。そこまで絞っちゃう。でもうどんだけちっちゃいやつでも最近のやつだから、うん、そうだよね、うん、一番とも書いてないから。うん、なんだろう。あ、最近びっくりしたの、びっくりっていうか、あ、こんな音するんだって思ったのがあって、はいはいはい、D の酒の声。あ、違う違う違う、びっくりした。俺激しいするじゃん、分かるでしょ。たまに行ったこととかあるから。めっちゃうるさいですよね。でしょ、何の音だと思うの。本当起きる人が起きちゃうレベルぐらいうるさい。その激しりを、もう俺がさ激しりしてる音は聞いたことあるじゃん、うん、激しりが始まる瞬間の音。何それ。なんかすごいです。自分の、そう、それを録音してるじゃん。俺寝言も言うから、たまに録音するんだけど。寝言なんて言ってるんですか。え、もう嫌だとか言って。もう嫌だ。もう嫌だとか言ってる。なんかプラレットなんかあったんですね。ね、そう、それの中になんか激しいが今まで入ってたことあったんだけど、激しい始まる予兆みたいな。で、ちなみに。キュリ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 。怖っ。怖っ。でも本当にね、あの激しいで俺家族でいなかったから。する人、モリアで初めて聞いた。僕はでも弱かったっすね。あの初めて聞いた。本当聞いたことない音する、ね。で、結構何の音みたいな。爆音じゃないですか。しかも、何の音と思って。めっちゃ見てたら、うん、モリアの口元から怖怖みたいな。いや、もうそれ起きて寝れなかったっすね。そうだよね。一回気になるとね。本当にごめん。本当にごめん。まあでも全然楽しい思い。毎朝本当にごめんねって思う。うん、っていう感じです。っていう自分の音にびっくりした。はい。はい。じゃあ僕の前個人にやったから。まとめて、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 はい、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 渋いやつ、渋いやつ、渋いな、あ、渋いやつだ。いや、俺だってそんなないもん。ちょっと渋めで、タイムスリップするなら何時代まで。何時代。あ、もう捨てる、捨てる、出す、出す、いいよ、それだ。あっさりでいいんじゃない、あんまないんだったら。白亜紀、俺は恐竜時代。恐竜、俺は白亜紀。白亜紀ね。え、それに中田さんが人間としていくんですか。瞬殺よ。いや、だからなんか一人マニアみたいな。すごいマニア。魔法みたいなのぐらいになってる状態で生きてる。本当に恐竜の生きてる世界を見てみたい。ああ。まあ確かに現実は見てみたいかもね。うん。ジュラシックワールド、ワールド的な世界を、すごい気になる。まあね、さらっと。ある人、まあまあまあ、言いたい人がいるんだ。うん、でも俺今三国志読んでて、あ、じゃあ時代に行って武将になりたいです。瞬殺。いやいやいや、キングダムの時代とか、ね、そうそう、いいよね。もう、なるほどね、もう超強いやつ。王騎とかにでも首ぶった切れる。いやいやいや、王騎と渡りようから。はい、王騎と。はい、思います。はい。はい。最近のマイブーム。最近のマイブームです。だから俺、チョアイスね、超ハマってチョアイスね、チョアイス、チョアイスかね、これもいチョアイスか。はい、じゃあさっきの YouTube でよく見る動画はもうチョアイス、チョアイスも見ますし、気まぐれクックも見ます。ああ、チョアイスと気まぐれクック。ちょっとチョアイスが気になるな。チョアイスは気になる、だいぶ気になる。チョアイスってなっちゃった。あ、でもこれ全員答えれば。ああ、そうですね。なるほど。来年の目標、はい、はい、もう年末だから確かに、よく分かりやすいな。これ答え方難しそうだね。来年の目
標ね、うん、難しいよね。難しいよ。なんかあの、ね、決め打ちで言っちゃうとさ、テンプレートになっちゃうさ。決め打ちで言っちゃうの。でもなんかもう俺はもうね、はい、あるだよ。あるんですか。うん。健康第一ですよ。うん、まあそうですね。まあもういや。まあでもあとは俺あとね、あの仕事では1個あって、占い師さんじゃないんだけど、そういう感じの方に、あの2002、お腹鳴ったね、お腹鳴ったね、お腹空いてるね。さっき言ってたのに食べたんですけど、夜ご飯だよ。育ち盛りなんだよ、まだね。また伸びるんですか。だって7時ぐらい、6時、5時ぐらい食べたんですよ。あ、でも4時間経ってる。4時間、消化始まるよ。消化この後飯食います。で、ごめんなさい、すっげえ話しちゃった。占い師じゃないんだけど、そういう方に、はい、あの来年の目標、はい、来年の目標として言えそうだなっていうのが一つあって、うん、あのね、何かしらの賞を取るみたいな。ああ。でも何かしらの賞を取るよみたいな、うん、でそれはでもあの、なんていうの、個人っていうわけでもないってこと。わかんない、何かしらだからもう仕事なのかわかんないし、正直、うん、ああなるほどね。俺がもしもバス釣りとか行って大会にでかいのっつったらめちゃめちゃ賞取っちゃうのもあるかもしれない。なるほど。何かしら賞を取りたいです来年は。なるほどね、はい、なるほど、はい、あのコンビニの、あの9時のラストオーナーさんだとしたらいいやつだった好きなやつ、まあ、何かの賞、清原師匠ということで、おーよっよっ、社会人になるんで、まあちょっとそうですね、社会人としての大人の身の振り方とかをちょっと身につけていきたいななんて思ってます。ちょっと社会人になるかな。社会人になる社会人はい中田さんは、いやまあまあね、そうですね、まあ、健康と仕事はもちろん来年も頑張りたいのはまあそうなんですけど、それはもうマストとして、でも免許ももうすぐ取れそうなんですよ、車の。つい年内は厳しい。いや多分年内ぐらいには。あ、おお、うん、だから来年のね、車欲しいんですよね。あ、もう買いたいの。そう、いやだからもう結構お金かかるよ。いやそうそうね、いやでももう目標は大きくいった方がいいから、車来年か再来年か分かんないですけど、買いたい、車買いたいです。なるほどね、いい目標だね。頑張ります、そのためにも頑張ります。早くね、目標があると頑張れ、はい、うん、ということです。もうよそこ。俺はね、ずっと言ってんだけど、ずっと生きてずっと言われてないんだけど、来年の目標って言い続けるよ。そうそうそう、うん、スカイダイビングめっちゃ行きたい。おお、それは別にすぐ叶えれる。一人で、ね、行く勇気もないし、かといってスカイダイビング行こうぜとか言っても多分言ってくれないじゃん。電脳モデルだとジャイロ好きそうですかね。ああ、YouTube でちゃったら確かに。確かに。でもそれ多分撮るの一人。確かに。あ、でも撮る人も撮る。あ、でもね、違う、 GoPro つけてる。あ、そうかそうか。もう YouTube ですね、それ。いや、それめっちゃ見た。見る見る、うん、めっちゃ面白そう。めっちゃ顔臭くなる。ちゃんと口開けてほしい。ちゃんとね。めっちゃ見たい。それじゃあ今年こそやって。いや、まあ、見たい人がめっちゃ言いたらやればいい。確かに、あの見たいって言ってくれれば、この僕の何個以上。人が大丈夫だから。じゃあ、100? 今ちなみに何人見られてるんですかね。あ、でもね、めっちゃ見てくれてる。1500人ぐらい。そんな、ちょっと100期待でしょ。いや、100お願いです。スカイダイビングの動画見たいっていうのを上げてください。でも確かに見たい、見たい。もうこれ多分100あるね。あ、これ100あるじゃん。あれ100ある、決定や。これ今その YouTube 撮ってくれてる動画担当の方もいるんですけど、うん、これもうね、やるしかない、はい、
流れですよね。もう俺がこうブルルルルルってなってるだけです。その場合は一緒に飛びます。下で見てます。長生かなんか見ていただきます。飛行機とか飛ぶやつ。まあ僕あとね、僕はもう来年車の免許取りに行きたい。あ、免許取ってないから、はい、その免許代貯めてたお金とか全部服に使ってた。わかる、わかるよね。そうそうそう、でも最近もうちゃんと食べ始めてる、うん、そうそ う, そ う, そう俺もまあ免許取りに行きたい、はい、あ、ああ、即興ってことじゃん。即興か、即興、そう、これ1月号は今クリスマスが多分近いからってことなんだよね、多分ね。今回はですね、多分初めてでしょうけど、ちょっと今見てくれてる方にプレゼントがありまして、新企画ですね。今から新企画っていうよりかクリスマス限定、クリスマス限定だと思うんですけど、だってサンタさんもほら、そうそう、サンタさんがいるからね、森屋さん、僕が届けるのかな、あ、すげえ、家までやってる、緑やった、中川が今から僕、キヨ、ケイスケ、ダイスケの、まあ、4人の似顔絵を多分描いてくれるんですよ、この色紙に。それを今見てくださってる方のうち1名の方に、まあ、後ほど多分インスタのダイレクトメッセージから住所とかお聞きしてお届けしたいと思うので、それは多分ここで なんとなく狙うと思うんですよ。ああ、確かに。なんか面白いコメントとかね。どうがいいんだろうね。まあまあまあ、あ、まあ、ちょっとやってみますか。まあ、あ、でも顔はさ、色を分けて買ったの4色あった。え、いやでもこれ装飾で使うでしょ。装飾で使う、装飾で使う、そういうことね、はい、やっぱクリスマスからね、はい、はい、ちょっとちゃんと書いて、じゃあ、え、じゃあ俺書いていきます。なんかここで書いて、ここで書きます。あ、ごめん、これ書いた方がいいか、うん、そうですよね、はい、じゃあ書いてるんでちょっと喋って。じゃあじゃあその間これやっとこう。はい、じゃあ俺ちょっとたまにこれ持ってって、このまま、はい、大好きなここ、ああ、経過観察、ああ、お前やったな。これ折れちゃった、画伯が。じゃあ画伯がコメントも読める。そうだね、もうコメント読もうか、そしたら。お、よかった。テンテテンテテテテンテテン、またこれという、すごい、これ撮ってるやつが画面に出てるという面白いことになっております。森屋サンタください。ちょっとなんかね、埃が飛んでんだよ、なんか。それなんか赤いのいっぱい落ちてましたよ。あの、なんかあれば、なんかください。まぁ、ちょっとあれやろか、あれやろか、あ、そうしよう、はい、すいません。じゃあちょっと分かっちゃう、面白いの出てほしいよね、確かに。あ、でも今までのやつは抜いてるんですよ、ね、抜いてるこれは抜いてあるので、じゃあ、いっちゃう、願いが3つ叶う。いや、渋いっす、渋いっす答えない。質問がね、質問がね。あ、まあこれはね、あ、これはいいんじゃない、うん、あ、自分にしかわからない謎のこだわり。でれん、でれん、どうですか、自分にしかわからない謎のこだわり。俺はあるよ。なんすか、タグ。あーね、俺のタグはね、うん、知ってるじゃない、多分タグ、そう、僕ね、うん、洋服のタグがすごい好きで、うん、タグよく触ってる。2個あるかな、ちょっともうなきゃもう落ち着かないんじゃなかったっけ。いや、そうなんだ。こういうタグ、こういうタグ、例えばで、これこう折り曲げてこうやった時の音がするんですけど、僕今これT シャツのこれ、これダメ、これダメなんです、これダメで、ちょ、この今着てるスウェットのこれ、このテロンとしたタグ、あ、ちょっとシルクっぽい、そうそうそう、このわかるわかるわかる、うん、わかる、もっと音するやつ、そう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 、あれ、俺これがないとダメなんですよ、体のどっかに、だから俺手突っ込んでたから大体いつもこうやってそのタグをふにゃふにゃしてるんですか、ふにゃふにゃしてる、これでキーボード作れば、確かに、でもこれ服作ったもんって、僕学生時代、その技術タグ全部切って、それどうしよう、先生に提出したい、帰ってこう、うん、ってやった。だって服何枚必要なんですか。え、なんか分かんない、女の子のなん友達とかの方が多かったから、うん、服持ってる子じゃん、だからタグつかなかったらちょうだいって、全部タグ切ってもらって、妖怪ためてる男だったんですか、じゃあ
狼たぐり男ってなんかやばそう。しかもあのちっちゃいのどんどん。そう、あれを全部一回漂白して、色を全部抜いて、うん、それを真っ白で。真っ白ってか、ね、なんかね、くすんだグレーみたいな。それを全部塗りました。それは確かに、守屋、まあでも俺も分かるか、若干。でもずっと触ってやっていい、うん、だから布団、だから毛布とかもさ、カバー外して、外すと、なんか布団のね、毛布の中にあるタグって超でかいの。コングラウンド。それを顔にこうやって寝るとかね、幸せだ。ああ、でもありますね。確かにね、タグありますね。だから、あ、こだわりか。いや、あるんですよ。あるんですよ。絶対あると思うんですよ。なんかパッと出てこないよね。いざ自分で思い返すな。なんかない。玄関で靴は絶対に左揃いにするとか。ないね。ないね。ないね。俺目覚ましね、起きたい時間の30分前から5分起きめちゃくちゃかけ。それ起きないからでしょ。1時間前からじゃないですか。30分前。もっと起きないじゃん。もっと起きないし。俺は割と30分だから。ああ、なるほど。ルーティンがあるんですね。ルーティン的に。ないね。次も。ないわ。あったらないから。あるんですよね。思いついたら。うん、あ、じゃあ、ケース。はい。でれん。ああ、あるんじゃない。ああ、あるんじゃない。まあ、あります。メンズどんどんカフェの思い出。はい、やりましたね。やりましたね。メンズどんどんカフェ1週間ぐらいですか。計1週間だね。計1週間だね。すごい長い。あんな長期イベントってなかったですもんね。今まで1日か、ね、そう、1日だけで勝負だったからね、今までは。まあ、初の試みやな。うん、どうだった。思い出、思い入り、いで、うん、俺はでも最終日のトークショーに参加させてもらったんで、どうなの？あ、でもね、これ言っていい話なのかちょっと分かんないんだけど、みんな考案したじゃない、メニューを。はいはいはい。で、僕は二色カレーというか、はいはい、そう、カレーね、やってました、ね、ご提案させていただいた、うん、あれ、まあ、グリーンカレーと僕が出したの、当初、うん、グリーンカレーとチキンカレー、はいはいはい、そう、まあ差別化を図れてますね。そうそう、うん、でいざ、うん、言ってやましょうかな。いや、もう今の時代分かったんでしょ。いざ、みたいな商品化というか、うん、そうされた時に、うん、ジャワカレーがチキンカレーがで、俺記者会見みたいなのも今回させてもらったんだけど、うん、その時に、うん、ジャワカレーとか説明をしないといけなくて、うん、はいはい、とか思いって、うん、ジャワカレーって難しいな。ジャワ島があって、ああ、ジャワ島のカレー、そこのカレーみたいな、ジャワカレー、そうなの、そう、まあ、ひき肉使ってるみたいなのも書いてあった、なるほど、そういうのがあったよっていうのも結構思い出なんですか。まあまあ、その、うん、なるほどですね。思い描いたものと、ね、ちょっと違ったな、うん、でもまあすごい食べさせてもらったらすごい美味しかった、美味しかったですよ、うん、僕も辛かったしね。そうね、あれ美味しかった。一個も食えなかったわ、マジ。メニューが食えなかった、食う時間がない。何だ、候補者。違う、お前の考えたメニューにトッピングするやつだよ。なんで、ね、いや、俺らっきょう、あ、カレーにがらっきょうね。まあ、合ってるっすよ。俺チーズとラムレーズンだったんだけど、最初。あ、でもらっきょう生かされたんす。らっきょう第3位が生かされちゃったね。これ何回も言ってるけど。あ、言ってんの。これ何回も言ってる。俺はらっきょうじゃなかった。あ、ケンジはこすってるんですね。こすってる、こすってる。何言っていいやつなんだ。俺は全然言ってる。俺も全然言ってる。じゃあ、俺そんなためらって。でも僕その逆でしたよ。僕なんか、最初のオファーっていうか、そのオーダーが、なんか永田筋トレとかたまにやってるし、うん、まあなんかちょっとその、筋トレいいな。スタミナとかそういう系。プロテイン系。プロテイン系っていうか、そのボリューミーなハンバーグみたいな感じだったんで、僕だから、低糖質ハンバーグで、うんうん、でそこになんかもうチキンステーキ乗せて、ブロッコリーで、もうもやしでみたいな、筋肉、もうザ筋肉料理みたいなのをウェブで見つけて、これがいいですって言ったら、もういわゆる男のご飯、うん、がっつり、そしたら絶好者になって帰ってきた。
確かに、ね、見たし食ったけどおしゃれだったね。あれは確かに。それは俺はもうすっごい嬉しかった。あ、嬉しいんだ。まあ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 嬉しかったですよ。でも作ろうとしてたのはもう男飯みたいな。いや、まあでもなんか僕も刺さってこうやっちゃったんでここまで美化されてると思わなくて、なんかいいありがたかったですね。お野菜もいっぱい乗ってる。でもね、その食べ物のやっぱエピソードがあったんだよね、うん、って感じか。そうだよね。ラスト一つぐらいですかね。大輔もうちょっとでしょ。もうちょっとあるじゃん、もう一個。じゃあ俺ももう選んじゃう。何が出るかな。これは、いや俺別にそんなないけど。ない、うん、これ。あ、そっか、そっか。あ、それ結構時間かかる。じゃあ今それをこの最中にどう決める。じゃあ行きましょうか。じゃあこれから、うん、まあ、じゃあもう大して書いてるから俺と圭介と清の3人で決めようってことですね。このコメントをしてる人になるから。ランダムで、あの今からあのコメントしてくれた方々の中からこの今 T が書いてる色紙をプレゼントで紙人をこれ紙決めようと思うんですよ。一人、一人、そうコメントしてくれた方の中から僕たちが選ぶんで、どう決める、どう決める、どう決めるのかね。これあ、はい、あ、だからそういう感じにいく。もうなんか目つぶってパーパーみたいな、うん、それで、まあ、でももうちょいコメントもらった方がいい。そうだね、確かに。じゃあちょっと今言いたかった、はい、じゃあちょっとそれをステイで。はい、まあ、できた、書き終わった。見せた方がいい。誰が誰だか分かりますか。もうちょいやんでもね、後でブラッシュアップするもんね。あ、もうちょい後で仕上げる。仕上げます。で、僕らの名前も入れるでしょ。まあでもこれ皆さんのスタインが入るんですもんね。うん、もうそれでも完璧の価値がね、出ますよ。うまいね、うまい。でもこれケースでしょ。はい、これ大好きでしょ、はい、これキヨでしょ、はい、え、こんな細い。ちょっとキヨさん割と俺誰め、いや、誕生してないいつもこれないよね、キヨさん。まあまあまあ、キヨさんも髪型でも別が作っちゃう。あ、でもちゃんとクリスマスパーか分かる、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 うん、まあ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 、ありがとうございます、素晴らしい、素晴らしい。サインをそれぞれ後で、後で、あ、そっか、終わってからか、うんうん、じゃあとりあえず誰、あ、じゃあもう D が書いたから D 決める。あ、じゃあそうだね。そうだよ、そうだよ。もうじゃあ、大輔が独断と偏見でもいいし、ね、いや、でもそれだったら、ちょっとあれか。じゃあ目つぶってディルリンがいい。ディルルルルルルンダンス。はい。え、じゃあもう結構、どうなんですかね。どうなんだろう。どうしよう。じゃあここで、コメント。どうしよう。どうしよう。なんかでも、いらない人に当たってもって感じもするけど。まあ確かに。でもコメントしてくれてる人は欲しいんじゃない？なんかな。じゃないですよね。いらない。いらないってことになったら悲しいけど。悲しいよね。これでもね。巻きでって感じですか？ちょっと終了時間がかなり近づいてきて。はい、じゃあ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 。じゃあ行け。行け。D。はい、じゃあもう行け。じゃあだから目閉じて。はい。バーン。バーンってみ。スクロールしてみ。バーン。スクロールして一番下。もうあれじゃないですか。いや、多分何回か多分コメントしてきてくれる人多分いるはずだから。はい、じゃあ行きます。はいはい、この人、はい、あ、じゃあどん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 、これだこれだこれだ、あー、あー、更新されてるからマジで、ね、いや、けど行こう、これだった、これだった、これ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 、語り合う人だ。アンダーはあ、ペペペペペ、これ言っちゃっていいですかね。言っちゃっていいのか。いや、なんか言わない方がいい、言わない方がいい、一応言わない方がいい、言わない方がいい。あ、でも当選者って分かんないじゃん、自分が。あー、確かに。あ、だから当選した方にはメンズどんどんのオフィシャルアカウントからダイレクトメッセージが行く。はいはいはい、はい、ね、これ言っちゃっていいんですか。これすこれすこれす、え、だから言っちゃダメだよ。言っちゃダメ。ちょっと早く頑張って消す。え、言わない方がいい。これ言わない方がいいんですね。じゃあ当たった人に、あと1分です、時間制限があるみたいですよ。あと1分です。これ難しい。だからこれ家計ってことですよね。これ家計だ。はい、おめでとうございます。誰かわからない、誰かわからない、この後多分メンズのアカウントから連絡が DM か何か多分来る、来るので、ぜひお楽しみに、お願いします。じゃあそれでは行きます、ね、それますか。ちょっと終了時間も近いということで、はい、ギュッとね、ギュッと、はい、はい、どう
ということで1月号とその他もろもろご紹介したコンテンツぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。